いや次の人ちょっとな、前のとつまちでもやばい人だったからな、大丈夫かな、大丈夫かということでね、ルルナ姫でした。次行きたいと思います。いや、やばい人、本当にこれはね、ホロライブ1やばいというか、なんなら VTuber1 やばいまである。あ、もしもし、あ、もしあ、もしもし、誰、こちらスーパーアイドル、あ、松井の祭りですけども、誰ですか。あ、今スーパーアイドルとして歌を歌ってました。あ、祭りと申します。あ、しおんちゃん20万人おめでとう。ぶん殴りたい、ぶん殴りたい。なんでだよ。素直に褒めたやん。ねえ、おめでとうしたじゃん。そんな女がいたら、こんなにさ、素直に褒めてくれる先輩いました、過去に。いませんね。いません。みんな、いや、え、今日まともだった、みんな。アーカイブで見るけど。あ、いや、まともじゃねえな。ローコさんね、だってローコさん先輩だけどさ、一応。うん、一応って言ってやんなよ。起きた、うん、今、追っかけた電話で起きたんさ。で、アラームかと思ったらよく喋るなって思ってって言ってた。いや、でもいいじゃん、まとじゃ、ね、シオンもね、まあ、シオンも ね、うん、よく寝れるからね、同じじゃないですか、うん、いや、でもアラームかと思ったら電話だったことはない。それはそう、うん、それはそうだわ。でしょ、でしょ。え、でも祭りがね、一番素直にね、おめでとう言ったんじゃないですか。あー、もう、でもさ、うざかったよ、うん、あんな女が目の前にいたら顔面にパンチ飛んでるもん。なんでそんなこと言うの。絶対ピエンって言ってるタイプじゃん。そうだよ、ピエンって言うよ。ぶん殴ってる、そんな。ね、シオン、やめろって言ってる。シオン、かまってよ、最近シオンと遊んでないじゃん。エーペックス一緒にしよう。ピヤーン、寂しいよ。聞いてます。ぶん殴ってる、上から。なんで上からぶん殴ってる。なんでエーペックスしたいね。みんな最近やってね、やろうね。うん、約束ね。今、現地取ったからね。マジ逃げられないからね。絶対。みんな聞きました、ここにいる皆さん。やれたらやる、やれたらやる。なんでそれやんないやつじゃん。なんでやるの。ね、約束ね。指切り現場、嘘ついたら、1万円、指切った。お金やん。お金やん。大事じゃん。やれたらやろうね。嘘ついたらね、あれだからね、塩っ子が投げるからな、分かったから。すっぱちゃん。それをまつりちゃんにね。それを。そうそうそう、1万円ね。シオンがすいません、嘘ついてっつって投げてもらう。それを振り込まれるからね、まじで。この前のさ、とつまちでさ、うんうん、なんかやばい人来たんだよね。やばい人、まつりちゃんの、うん、あ、友達、エビフライオン、うん、エビフライオンですか。あれ友達、うん、友達、あ、もう呼ぶ、いや、入れない。ワイヤーでーす。呼んだか。しおんちゃん、名前からもおめでとう言うとくけども、あ、20万人おめでとうやでー。ちなみに今日のパンツ何色な。今日のパンツは薄い紫です。キモ。写真撮っておじさんに送ってよ。マジでキモい。あんな可愛いキャラなのにこんなキモいのが。怖い。照れちゃうな。ありがとう。20万人おめでとうな。ありがとうね。じゃあ最後にさ、うん、好きなところを一個聞きたいんですけど。シオンの？うん。Y からでの Y から。あ、うん、大丈夫。どっちでも大丈夫。シオンの好きなところはな、うん、結構メスガキっぽく、いつも頑張っとるんやけどもな、うん、実は真面目でな、うんうん、裏でね、すごく頑張って努力家なところが一番好きかな。ま、真面目やん、急に。映画好き。ありがとうね、今日はエビフライオンさん。ありがとう。キモ。やばいね。やばい人だ。友達だって、まつりちゃんの。これが友達だって。笑い方がキモい。確かに笑い方キモいよね。
やばいよね、ガチの笑い方。あみたいな。むず。キモいな。一番まともな回答。いや、確かにでも、あ、なんでそこだけまともやねんみたいな。なんでそこだけちゃんとしてんねんだったね。意外とあの人はしっかりしているのかもしれない。エビフライオンさん、回答だけまともね。え、回答だけまともだったよね。